マスター、本当はみんなのようにちゃんと胸を張ってお渡ししたいと思いました。でもできない、できません。私、手作りというのを試してみたのです。あら、とあるキャスターから、思いを伝えるには手作りが良いのだと教わって、培養したカカオの実を採取するところから、丁寧、心を込めて、私に触っても死なない夢、私を抱いても死なない夢、私ずっと探していたのです。そう、生きていた時から英霊になっても。だから聖杯戦争のサーヴァントとして召喚されたとしても、私は死なない相手を探すのだと思います。この私には第六得意点でのうつろな思い出以外、他の召喚の記録はありませんが、きっと探すのだと思います。はい、ありがとうございます。でもごめんなさい、本当にごめんなさい。私、よりにもよって素手で作ってしまったチョコレート、最初から最後までこの手でたっぷり思いを込めたつもりです。触れても死なずに生きていてくれているお方に。でもたっぷり毒も込められてしまったんです。毒性は私の肌に触れた時のおよそ100倍、粘膜接触を行った時の数倍です。完全な致死量です。人は絶対に死にます。英霊でさえ殺すでしょう。毒に耐性のある人なら、あるいは大丈夫かもしれませんが、でもダメかもしれないんです。だから、私の毒がたっぷり詰まったチョコレートなのに。はい、わかりました。あなたに捧げます、私のすべて。私の作ったチョコレートごと食べてください。私の、ささやかな思い、たとえ初代様の晩鐘が響くことになっても、構いません。この私は
あなたに従うと決めました。